会長やん。気ぃつかんかったわ。どうしたん？仕事？それうちやないとあかんの？今ちょっと忙しいねんよな。それがな、このからくり別に遊んどるわけちゃうねん。大将の指令で作ってるやつやからさ。そう、早仕上げんと怒られるねん。隊長もほんまスケビーやねんから。え、ちゃうの？正解。その名も全自動針型おきくちゃんです。さ、かいやろ。めいめいうち。簡単に言うと尻攻めようっちゅうことやな。せやで、めっちゃ鼓膜をどこはどうなって大きさはこんくらいでって指示してきたからな。うちらの大将はほんまお盛んやわ。ほれほれ、うなだれとらんと見て。射精機能付き針子完成やで。なんやなんや、大発明を前にしてその気のないため息は。見てよ、ほら、ここからピュピュッと射精すんねんで。すごいやろ。まだ無理やって。実際動かしてみて、機能を確認して、それで大丈夫やって初めてほんまの完成や。せやろ。つまりこれから試験運転せんとあかんの。やからまだ仕事にはいけません。うんふふふ、せやで。想像した。あ、せえへんの？ほな、はよ出て行ってや。大将には今日の夜までに来れ言われとるし、うちほんま時間ないね。うちのかて大将じきじきの注文やもん。立派な仕事や。中華いつまでもここでうだうだしとらんと。戻って隊長が働いたらええんちゃうの？え？うちの力が借りたいん？そうなん？誰でもええんちゃうの？
なんや、それやったら早いや。そらそうや。な、隊長、実はな、試運転をさっさと終わらせる方法もないことはないね。もちろん、仕事手伝ってあげる。なあ、そんなにうちに手伝ってほしい？なら。隊長もちょっと付き合ってや。そんなん決まってる。いやーん。大丈夫？頭は打ってへん？他に何があるの？隊長がこいつの試運転を手伝ってくれたら、うちも早う手が空いて心置きなく仕事しに行けるってもんや。うわぁ、隊長ってもしや気痩せする方な？結構ええ体しとるやん。どないしたん？黙ってもて。もしかして嫌な？ほな、うち相手やと立たへん？せやったら難しい顔しとらんと一緒に楽しもう。な？種馬と言われるだけのことはあるな。ああ、なんで？ごめんごめん。何でも聞いてくれる？うち、お尻に目覚めてもうたかもしれんわ。
せやから、うちこれのせいでお尻の快感に目覚めてもうたかもしれん。いやー、思った以上に強力やったなこの子。さすがうちが作っただけあるわ。癖になりそう。あれ、どこ行くん？なあ、隊長はどう思う？もう一個作った方がええかな。これは大将に渡さなあかんしな。なんで怒ってるんよ。しかも人ごとみたいに言うとるけど、隊長と使うねんからちゃんと考えてやん。あ、やっとこっち向いた。顔が真っ赤やで。照れちゃってほんま可愛いねんから。まあ今日はこのくらいにしといたるか。ほな行こか。そんなん仕事に決まってるやん。隊長そのためにうちんとこ来たんやろ。なんや、ほんまに忘れとったんかいな。凪と沢のお説教は覚悟せなあかんやろな。大丈夫やって。さあ行こ。うちの隊長はほんまにうちらがおらんとなんもできへんからな。